3月24日金曜日午後1時を回りました。ミスチーとタンヤが FM 那覇カルチャンプルーな沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロードの提供でお送りします。そして今日の衣装は浮かれた熱帯夜と君の唇です。タイヤが始まりました。神奈川県出身、沖縄在住8年目の今日も明日も25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミスチーです。今日もいたしく逃げさみろ。さて今日の衣装はですね、毎週月曜日と金曜日は、衣装さんが、います、浮かれた熱帯夜と君の唇ですけども、平和通り沿いからねパラソル通りに入ったところをまっすぐ行くと右手にあるんですけども、今日のイメージはですね、衣装さんの担当者じゃん担当の方曰くアメリカの70年代風ルックって言ってたんですけども、ユースで見てる方はわかると思いますが、帽子が、ちょっとハットのつばの小さいこの麦わら帽子に黒のリボンのラインと、あとこの斜めに帽子全体斜めにこのデザインが黒の斜めの線が入ったデザインですね。でつばのところに黒いラインが入ってます。すごくかわいい麦わら帽子です。そしてですね、 T シャツに、この T シャツもすごくなんかね、ヤングロマンスって書いてあってね、女の子の絵が書いてあるんですけども、派手な金髪のピンクのメガネをかけた白い T シャツに、あの人誰でしたっけ、石塚本邪魔家の石塚なんでしたっけいますよね、この食べ物の番組をよくやる方ですの、これ何でしたっけ、このズボンなんていうの、本邪魔家の人が着てるやつ、石塚くんが着てるこの下からオーバーオール、デニム素材のオーバーオールをパツパツに着てます。もうこれ絶対ちっちゃい子用だよね、なんかめっちゃパツパツだよね本当にね、私が着ると。そんな感じでこの衣装で今日も1時間お付き合いください。さて今日のコーナー案内いきます。毎週金曜日のコーナーは行ったつもりジャーニーツアー、世界各国のミスチが気になる国を紹介したいと思います。今日はアメリカ西海岸にあるカリフォルニア州のサンフランシスコを紹介したいと思います。そしてもう一つ、ラジオミスチー昔話、童謡や唱歌、昔話におとぎ話など不思議で楽しい昔話の世界を紹介しちゃいます。今日はですね、童謡いきましょう。クラリネットが壊れちゃったでしたっけクラリネットを壊しちゃったですねを、語ってみたいと思います。あ、ちょっとごめんなさい。最近髪の毛綺麗に、FM 那覇では世界中から見て聞けます。パソコンからもスマートフォンからも FM 那覇で検索するとトップ画面のど真ん中に生放送中の動画が今現在流れているので再生してみてください。そして今ラジオ聞いてるけど後でこのね、ピチピチの、衣装を着てるミスチの映像も見てみたい、今日はラジオもネットも聞けないけど後で見たいなって思ってくれてるあなたは、あなた、そんなあなたのためにこの番組はちゃっかり録画してありますので後でゆっくり見れます。 YouTube で FM 那覇って検索してください、その際せっかく、YouTube で見てくれたのでポチッとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージをお待ちしてます。メールアドレスは
タヤがアットマーク FM那覇 .jp、 タヤがアットマーク FM 那覇 .jp、 そして FM 那覇のトップページからもメッセージを送れます。画面左上にある赤いボタンを押してみてください。そこから、メールのフォームがありますので、そこに、ミッシー今日の衣装パツパツだよとかって言って書いてくれたらミッシー喜びます。気軽に気楽にメッセージお待ちしてます。ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけど、クチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは阿佐田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか？松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。あー、ライブ最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やすさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出る花見丼のとこな。場所前よ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。さて皆さん、今日は週末金曜日ですね。花金でございます。土日、そういえば先週は3連休でしたね。土日月ってね、結構イベントごとも多かったと思いますけども、今週は皆さん、今週末は何をして過ごす予定ですか？ですね、少し、一つ告知があります。これね、名前がいいんですよね。ザマミソンですね。ザマミソンの海で愛を語ったクジラたちも北へ向けて旅立つ日が近づきます。だってマジ愛、クジラたちも愛語るんだ。へえ。私、皆さん真剣に考えたことありますか？生まれ変わったら、人間以外に生まれ変わるとしたら何がいいかって真剣に考えたことありますか？私昔真剣に考えたことがあって、で、考えて考えて考え抜いた結果、クジラになりたいと思ったんですよ。私そう、クジラ、生まれ変わったらクジラになりたいと思って。クジラって地球上で一番大きいし、あと地球って陸よりも海の方が圧倒的に広いじゃない。7割が海ですよね。なので、あのその7割の海を仕切ってるクジラ、南極から北極からこの 半球をこうって海の中をのっそりのっそりと牛耳ってるじゃないですか。なので、地球を支配するっていう意味でクジラになりたいなと思って。あと人間って宇宙、空のことってある程度なんとなく分かりますね。 NASA とかが頑張ってくれてるので、さすがにブラックホールの先とかは分からないですけど、そこには多分生物はいないと思うので、宇宙自体に生物いないと思うので。海だと深海魚、
さらにその奥とかにもね、知らない生き物がたくさんいるんだろうなっていうふうに思いますし、まだまだ今現在の人間の科学では全然わからない情報がたくさんあるので、そういった意味でも海の方が人間がわからないことがたくさんあるのかなと思って、クジラになりたいなって思いました。みんなもよかったら真剣に人間以外になりたい、なりたい、生まれ変わるなら何になりたいかって真剣に考えてみてください。その際に今ミスチみたいにうざいぐらいに語ってみてください。意外と楽しいですよ、何でも真剣に語るって。その、クジラたちが北へ向けて旅立つ日が、近づいてきているそうです。ザワミ村では去って行くクジラたちへのまた来年戻ってきてっていう思いを歌に込めて、野外シーサイドライブを開催します。アフターウォッチング、かっこ夜って書いてますね、に、村民と島を訪れる観光客の方たちとの交流促進を図ります。またホエールウォッチングフェスタ期間中に募集した絵画写真コンクールの最終作品も音楽祭開幕前のステージで表彰いたします。実は入場が無料と、皆様ぜひご参加くださいということで、あ、これ明日だ、クジラの音楽祭、いいですね、3月25日、土曜日明日ですね、午後5時半から開演、場所がザマミ港ターミナル広場。わー、行ってみたいな、私ザマミ行ったことないんですよ、ちょっとすごい惹かれる。大体2月って沖縄はね、ホエールウォッチングが一番盛んなんですけども、この時期っていうのは去っていくクジラたちのためにね、また来年戻ってきてっていう歌を込めて野外シーサイドライブを行うっていうのを初めて知りましたし、去っていくクジラもそうですね、見れるっていうか、なるほどね、来るんではなく、そっかそっか、はなんか発想が素晴らしいですね。さて、このザマミ港ターミナル広場で行われるライブなんですが、すごいですよ、もう沖縄でこの方たちといったら素晴らしいですよね。ディアマンテス、そしてジョニー・ギノワ&我々 G ママ、知念打診一郎、あとシュン、いいですね、行きたいな。こちらが3月25日明日5時半からザマミ港のターミナル広場で、今日これから行くとか明日朝一で、ザマミに行く予定がある方はぜひ5時半から、ライブがありますので、入場無料ってことなので、皆さんぜひ行ってみてください。クジラを来年も来てくださいねっていう思いを込めて、歌うそうです。皆さんいいですね、ちょっとこれ行ってみたいですね、この時期に合わせて。これから連休じゃないや、週末に入りますので、ザマミに行く予定がある方はぜひ見に行ってみてください。以上、私が気になる告知をしてみました。行ったつもりジャーニーツアー、本日は行ったつもりジャーニーツアーへご参加いただき誠にありがとうございます。添乗員のミスチーです。国連に加盟している国の数は現在193カ国、世界各国の歴史、経済、観光、名産品などご案内してまいります。さて、今週の行ったつもりジャーニーツアーはサンフランシスコ、イエーイ。いいですね、サンフランシスコ。行かれたこと、行ったことある人いますか？私サンフランシスコは2回行ったかな。実はね、行ったつもりジャーニーツアーの、やり始めたのが、まあ、ほぼすべての、コーナーが最近からなんですけども、
まず最初は自分が行ったとこあるとこの紹介をしようと思って、それでなんか出ないと分かんないかなと思って、先週はねゲストに来てくれた方がスペインに住んでたのでスペインの話をしたんですが、今日は私サンフランシスコの話をしたいと思います。さてサンフランシスコの場所ですが、アメリカ西海岸にありますカリフォルニア州ですね、ロサンゼルスとかあるところです。そこのちょっとロサンゼルスから、車で7時間から7時間半ぐらい、ラスベガスをさらに超えるっていう上にあるサンフランシスコですが、サンフランシスコは結構丘が多いんですよね、丘が多いイコール坂道もあるんですが、すごく年間通して過ごしやすいんですよ。平均気温が1年間で最高平均ですよ、18度、で年間通して平均気温の最低平均の最低気温が10度前後ですね、12月1月の寒い真冬でも10度以下になるかなっていうぐらいだそうです。そして真夏7、8、9、9月の真夏でも上がって21度から22度ぐらいで、過去に24度ぐらいまで上がったことがあるらしいんですが、すごく過ごしやすいですね。っていうか24度って今日とか沖縄はそんな感じじゃないですか。今日さすがにそんなないか、22、3度、昨日とか確か23度ありましたよね。ということは今私たち沖縄にいる私たちはサンフランシスコの7月8月の真夏の時間、真夏の、陽気にいます。ということで今日沖縄にいる人は気温もサンフランシスコだぜって言ってみてよくわからないけどもそんな感じでですね、サンフランシスコ過ごしやすいですね、年間の平均気温最低が10度、最高が18度、めっちゃいいですよね。そんなに特にこの気温差がないという1年通して、なんかいいな。そんなにすごくいっぱいコートを買う必要もないし、分厚いコートを買う必要もないし、夏もなんかもう B さんとなんか B さんじゃなくてもいいかな、普通にスニーカー一足持てたら1年中使えるね、すごいな。そして皆さん、サンフランシスコといったら観光場所どこが思いつきますか。まず有名な橋がありますね、ゴールデンゲートブリッジ。そして、海沿いにあるフィッシャーマンズワーフ、そしてツインピークス、そしてアルカトラズ島ですね。アルカトラズ島ご存知ですか。結構サンフランシスコは島が、ちっちゃい島合わせて全部で何個かあるみたいで、その中でもアルカトラズ島はすごく有名な場所ですね。私もアルカトラズ島行ったんですけども、あれがありますよね、何でしたっけ、アルカトラズ島って何があるんでしたっけ、あの人たちが入ってる、犯罪者たちが入ってる人たちのこと何て言うんでしたっけ受けるそういう場所がアルカトラズ島にありますが、主要してましたよね、この犯罪者たちを。そこ私も行ってきたんですけども、この各国の言葉の解説ヘッドフォンが借りられるんですよ、確か5ドルぐらいで。でそれを借りて日本語でこのツアーを回ると、確か1時間半ぐらいでアルカトラズ島のこの中の刑務所が見れるんですけども、全然わけわからなかったですね他に、ケーブルカーが有名ですね。丘が多いので丘も坂道もこうって行ったり来たりする感じなので、上の方から見る海の景色はすごく素敵ですけども、アメリカ西海岸のね海沿いにありますので、本当に海が見えて綺麗ですよね、サンフランシスコは。ホテルとかもすごくお城っぽい作りのホテルがあって、すごい可愛いんですよ。全然どのホテルに泊まったか覚えてないんですけども、すごいちょっとお高かったんですけども、ちょっとお城っぽい作りのホテルに泊まりました。しかも女友達4人で行ったんですけども、お風呂場が丸見えっていうね、透明の、向こうってシャワーの文化しかないじゃないですか、お風呂に浸かるっていうのがないので、そこでシャワーを私たちはこのガラス越しに見なくちゃいけないって、だから決して広くないじゃないですか、4人が泊まるホテルなので、ベッドが2つ置いてあって、お風呂とトイレが置いてあるだけなんですけども、そのお風呂が丸見えっていう、どっからもあーおかしい、盛り上がりましたねかなりねだってどうしようもできないですよね、女バスタオルかけるわけにもいかないし、
女友達4人で行ってかなり盛り上がりましたけども、ケーブルカー、赤いケーブルカーがありますね。この上の方から降りてきたりして、あそこでよくプロモーションビデオのプロモーション撮影が行われたとかしますけども、あとサンフランシスコで、撮影された映画とかもたくさんありますが、ちょっと有名な代表作いってみましょうかね。まず私も見ました、ザ・ロック、ニコラス・ケイジとショーン・コネリーが、主役の映画ですけども、このショーン・コネリーがザ・ロックと言われるアルカトラズといかに違います。ショーン・コネリーが過去に1回、過去通過収容されたんだけども、脱出不可能と言われたアルカトラズ島から脱出したって唯一一人の人、その人にこの脱出法を聞きながら脱走していくっていう脱走劇ですよね、ザ・ロック。あとケビン・ベーコン主役の告発、これはちょっと悲しい出来事でしたね。そして私も大好きなウーピー・ゴールドバーグが主役の天使にラブソングを、1、2、1、2って両方ともサンフランシスコにある教会で撮影されました。いいですね、すごいですよね。サンフランシスコ行った時に行ってくればよかった、その時知らなかったんですよ。天使にラブソング大好きだったのに、ちょっとショックです。そして、アルカトラズ島は、1934年から1963年の時期使われてまして、当時主要人数が300人にも満たなかったっていう感じですね。一人一人部屋が割り当てられたそうで、結構豪華ですよね。ご飯も美味しかったみたいですよ。そして、他に有名な場所といえばチャイナタウン、ジャパンタウン、イタリータウンとかもありますか。あとロシア坂と言われるロンバードストリート、わかりますか。多分雑誌のサンフランシスコっていうこの観光雑誌見ると必ずロンバードストリートって言って、丘の上からこのお花がいっぱい咲いてるくねくねの道を降りてくるっていう、ただねそこって本当に車でしか降りれないんですけども、もう本当くねくねすぎて急坂をくねくねに降りていくんですけど、まあまあ全然進まないっていうね、全然前に進まないやつもゆっくり進むから、もう本当くねくねすぎて、箱根にある、よく神奈川県の箱根にある、あれは何電車だったかな、どっかに行く電車で、これスイッチバックって言って山に登るのに、箱根のどっかの駅から山に登るのにこの電車が片道ずつ進む、片道とか線路上まで登りました。そしたら今度は後ろと前を変えてスイッチバックって言って、だから後ろも前も両方とも前になるんですよね。でそれを想定、さっき登った時は前だったのが今度後ろになって、この後ろだったところが前になって、こうって箱根のこの確か電車があったと思うんですけど、何箱電かな、箱電なんかあったかな、スイッチバックっていう、なんかねそのぐらいの勢いでサンフランシスコのこのロンバードストリートっていうのはくねくねした道なんですけども、でもよくね絵描きとかにもなってますよね。すごく綺麗なんですけどね、お花がいっぱい咲いてて、サンフランシスコは、サンフランシスコだけで言いますと人口が86万人、いいですね、86万人、沖縄県が、140万人ぐらいいますので、おーいいですね。なんか沖縄となんか気温もね10度以下いかないと、サンフランシスコ最低気温、まあでも最高気温かな、サンフランシスコ21度から22度ぐらいの平均が、なので沖縄はさすがにね30度を超える時もありますので、そこがまたちょっと違うかな。そしてですね、有名なチャイナタウンですけども、チャイナタウンも行ってきましたね。チャイナタウンといったら私世代の人たちは分かると思うんですけども、ミスタードーナツの所ジョージさんがコマーシャルしてた、サンフランシスコのチャイナタウンのヤムチャって覚えてるかな、のヤムチャ食べてきましたよ。美味しかったですね。北アメリカでは、サンフランシスコにあるチャイナタウンが最も古くかつ最大規模となってます。そのぐらいこのチャイニーズ系の人たちが住んでいたっていうことですね。
いいですよね。あの本当に広くて、あのアメリカのサンフランシスコに行ったのに、私わざわざチャイニーズチャイナタウン行ってチャイニーズグッズ買いましたからね。だって可愛いんだもん。だってサンフランシスコ限定とかあるじゃないですか。あのチャイナグッズなのにサンフランシスコの国歌を使った、国歌じゃない、国旗を使ったあのものとかもあったりするので、それがすごい可愛くて買ったりとかもしたんですけども、懐かしいですね。今やどこに行ってしまったんでしょうか、本当に。あのゴールデンゲートブリッジがとってもこの朝もやとか霧に包まれて、ほとんどが海の上にこの橋が、まあ橋ってほとんど海の上に立ってるか、ゴールデンゲートブリッジってあの年中通して霧とかもやがすごいんですよ。なので、まるまるこの見渡せる時ってすごく少ないんですよね。で、私たちが行った時も朝方着いたんですけども、本当にもやで霧がすごくて、本当に全体を見渡すことが、結局2回行ったけども全体を見渡すことはできなかったですね。だからサンフランシスコに住んでいる方でも多分そんなにしょっちゅう見れないと思うんですよ、この全体像が見れることっていうのは。そのぐらいこのサンフランシスコが、ね、海に囲まれてて、この霧が多いところなので。ただね、朝もやとかすごい綺麗なんですよ、本当に。このゴールデンゲートブリッジ、赤とゴールドに色塗られたこの大きい橋が、この朝もやの中に光って、太陽の光に当てられて光るとね、すごく素敵なんですけども、ね、その霧に反射してまたあのゴールデンゲートブリッジが本当にその名の通り光るっていう感じなんですけども、ぜひ皆さん今後サンフランシスコに行く予定がありましたら、あのサンフランシスコ空港も、国際空港がありますね、もういいですし、私が行った時はロサンゼルスから、7時間ぐらいかけて車で行きました。もうね、道迷うよね、初めての時。まあ迷いましたね。で、ゴールデンゲートブリッジにたどり着くにも、もうもやで分かんないんですよ、ゴールデンゲートブリッジが見えなくて。まあまあ市街地抜けるとゴールデンゲートブリッジなんですけども、見た時は感動しましたね。なのでこのアメリカ 西海岸の方に行く予定がある方は、ぜひサンフランシスコにも行ってきてください。でね、一つ思い出したんですけど、このロサンゼルスに1ヶ月半2ヶ月ぐらいいたんですけど、その時にまあ、いわゆる SNS ですよね、今で言う。当時はね、ミクシーだったんですよ。このミクシー世代の友達がサンフランシスコのサンノゼ、さらにちょっと遠いとこにあるサンノゼっていうとこに、友達っていうか SNS でミクシーで知り合った子が、あのサンノゼに住んでると。で、そんなのをこのミクシーでやり取りしてて、私実は今度サンフランシスコに友達と行くと、あ、じゃあぜひ会いましょうってことで、サンフランシスコに行くときは会えなかったんだ、なんか用が、予定が合わなくて。で、その後ロサンゼルスに戻って、わざわざサンノゼから車で7時間半から8時間かけてロサンゼルスまで会いに来てくれて、で、そこで女友達4人とこの迎えて、朝ぐらいまで、夜から朝ぐらいまでどんちゃん騒ぎしましたね。いや、そう考えると7時間かけてわざわざ会いに来てくれたって嬉しいですよね。しかも SNS で知り合って初めて会ったのが海外っていうね、なんかもうそういうのすごく楽しかったですね。そのことは今でも、あの仲が良くて、今はもう日本に帰ってきてるんですけども、あのたまに、しかもたまたま偶然が神奈川県だったので、私が実家に帰ると結構連絡して遊んだりとかするんですが、元気ですかね。そんな感じで、この今日のジャーニーツナツナってツナね、昨日ね、パスタでね、ツナパスタ食べたからね。今日のジャーニーツアーはサンフランシスコでした。ということで、ここで一曲聴いてくださいませ。矢沢永吉さんでチャイナタウン。ラジオミスチー昔話。童謡や唱歌、昔話におとぎ話など、不思議で楽しい昔話の世界を紹介します。今日は童謡ですね。先ほどもオープニングじゃなくて冒頭で言いましたが、クラリネットを壊しちゃった。いいですね、クラリネット壊しちゃったってよ。
さてじゃあ早速クラリネットを壊しちゃった、これ実はですねフランスの童謡なんですよ。皆さん分かりますか？最初分かりますよね、僕の大好きなクラリネットって言えば分かると思うんですが、さてじゃあどうしましょうか、読みましょうかね。どどうしよう、全部読んじゃおうかな。1番でいいかな。まずじゃあちょっと読んでみますね、僕の大好きなクラリネット、パパからもらったクラリネット、とっても大事にしてたのに壊れて出ない音がある、どうしようどうしよう、おパッキャラ窓パッキャラ窓、パオパオパンパンパン、おパッキャラ窓パッキャラ窓、パオパオパちょっとなんか意味ありげに、意味ありげにっていうかちょっとなんか読んでみたというか、なんていうかなんでしょう、なんか前回何でしたっけ、思い出した今、桃太郎をやった時に私桃太郎の役になりきって読んだんですけども、面白かったな自分でやってて今はね NHK の教育のお姉さん風に読んでみましたどこがやねんってみんな今突っ込んだでしょ。この実はおーパッケラマドパッケラマドパオパオパンパンパンとかあるんですけども、これ皆さん意味わかりますか？わかんないですよね、教えない後で教えましょう。パパにね、大好きなパパにもらったクラリネットがこう、とっても大事にしてたのに壊れて出ない音があると、どうしようどうしようって言った後にパッケラマドパッケラマドと言いますが、さてじゃ次2番いきたいと思います。ドとレとミの音が出ない、ドとレとミの音が出ない、とっても大事にしてたのに壊れて出ない音がある、どうしようどうしよう、おパッキャラ窓パッキャラ窓、パオパオパンパンパン、おパッキャラ窓パッキャラ窓、パオパオパあのね、なんだろう、すごく高い声で、すごく私なりに綺麗な声で歌わないと若干やばい部分があるんでやばい部分の意味が分かんないんですけども、そこら辺はちょっとご想像にお任せいたします。2番、もうねドとレとミが出ないってもう大変だね、もうこれ壊れちゃったよね、ドとレとミの音が出ないって、とっても大事にしてたのに壊れて出ない音があると、どうしようどうしようと息子ちゃんが困ってますけども、さてでは3番いきましょう。ドとレとミとファとソとラとシの音が出ない、ドとレとミとファとソとラとシの音が出ない、パパも大事にしてたのに見つけられたら怒られる、どうしようどうしよう、おパッキャラ窓パッキャラ窓、パオパオパンパンパン、おパッキャラ窓パッキャラ窓、パオパオパあー終わったもうねこれさすごいね、ドレミファソラシって全部出ないって、どうすんのこれ、ドレミファソラシ全部出ないよって言ってパパに怒られてしまうと、見つけられたら怒られちゃう、どうしようってことなんですが、実はこれ壊れて出ないんではなく、息子ちゃん買ってもらったばかりなので、実は練習をあまりしてな、練習をっていうか出ない、壊れたんじゃなくてただ単に出てないだけなんですよ。すごいですよね、そんな話が、そんなことがあったなんて、みんな壊れたと思ったでしょ。クラリネットを壊しちゃったっていうタイトルなのでてっきり壊れちゃったのかなと思うんですけども、実はクラリネットを買ってもらったばかりで練習もしていないっていうか練習もあんまりできてなくて、壊れたんじゃなくて音が出てないだけ、練習不足って意味です。そして皆さんが気になっているおパッケラ窓ですが、これ実はフランス語になります。まあ、もちろんそうですよね、フランスの同様なので、これはお父さんが言ってるし、セリフですね。子供が、息子が壊れて出ない音がある、どうしようどうしようと言ってる時に、大好きなパパがおパッケラ窓パッケラ窓って言ってくれてるんですが、実はこれ一歩一歩だよ、ゆっくり練習していこうねっていう風に励ましている父親のセリフです。
なので実際はクラリネット自体は壊れていないと。息子ちゃんの練習が一生懸命やってるけどもなかなか吹けないので息子は壊れてると思ってるのですが実は壊れているんではなく練習していけばなりますよっていう、お父さんがパパがおーパッキャラ窓パッキャラ窓パオパオパンって言ってるのは一歩一歩だよってゆっくりゆっくりやってこうねっていう意味なんですよ。実は知らなかったですね。そして一応オーパッキャラマダの意味については、フランス語で整列とかもっとリズムに合わせてやるんだなどの、いろいろありますが、そのうちの一つの解釈が一歩一歩進んでいこうゆっくりでいいよっていう風な解釈も、捉えられたということですね。だからそう考えるとすごくいい歌だなと思うんですけども、決して壊れてはいなかったということですね。なんかすごくいいなと思って、この和訳した時にオーパッケラ窓だけは和訳できなかったんだと思って思いましたけども、まあいいんですけどね。だからこそ楽しい童謡になったし、私がこうやってコーナーとして紹介することができたんですが、実は今日皆さんがよく知っている僕の大好きなクラリネットの日本語版とフランスの本場のフランスのもありますので2曲連続でかけてみようかなと思います。先に日本語バージョンのクラリネットを壊しちゃった後に、フランス語の、クラリネットを壊して聞いてください。以上ラジオミスチー昔話でした。さてですね、ここでですねフランス原曲のタイトルを言ってから曲に行きましょうか。まず日本語のクラリネットを壊しちゃった、その後に、ジェ・ペルドゥル・ドドゥーマ・クラリネ聴いてください。3月24日金曜日午後1時47分になりました。ミスチーテタイヤが FM 那覇沖江通りスタジオから生放送でお送りしています。さて室内温度ですが、今沖縄もう今週に入ってからずっとエアコン効いてるんですけども、 FM 那覇室内温度でもそれでも28度ありますよ。すごいですね。本当今日天気良くて、お洗濯日和でだなと思いました。昨日もね暖かかったんですけど、曇りだったんですよ。今日はね太陽をいっぱい浴びて、人間もお布団も洗濯物も太陽いっぱい浴びて除菌しましょう、光合成しましょう。もうねスーツ着てるお兄さんたちもねジャケットを脱いで、シャツ1枚だったり、先ほど家族連れが通りましたけども、皆さん半袖でしたね。ねいいですね。そろそろ本格的な夏に、沖縄は早いですけども夏になってくれたらいいなと思います。沖江通り FM 那覇沖江通り沿いにありますが、最近オープンした、沖縄そば屋さんがあります。3月15日、本当つい最近で、先週オープンしたばっかりですね。創業57年のむつみ食堂が3月15日をもちまして、金乳そば国際通りむつみ 食堂店として生まれ変わりました。昔ながらの手作りアンマー料理と金乳そば自家製麺とのコラボ食堂、いいですね。沖縄県産小麦&自家製製麺金乳そば国際通りむつみ食堂店が沖江通り沿いに、できました。元むつみ食堂のとこですね。比較的沖江通り三重橋駅の方から国際通り向けに行ったら国際通りに近い感じですね。FM この今みつチラシを見ながら話してるのですが、このチラシを持参していくと麺の大盛りが無料、もしくは味付け卵が無料で、ご利用できますので、4月の末日まで有効です。FM 那覇にこのチラシが置いてありますので、ぜひ皆さん金乳食堂に行く前に、FM 那覇に寄ってから
すいません近日そあのそばのチラシ欲しいですって言ってくださればすぐ差し上げますので、ね、せっかく行くんでしたらあの麺の大盛り無料もしくは味付け卵食べてから、あ食べてからじゃないや、ね、サービス券もらってからぜひ行ってみてください。もう遠慮なくね、あの FM ナファーガラス張りになってますので、あのどん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 皆さん入ってきてください。あのね、パーソナリティの皆さんが喜びます、そして FM 那覇のスタッフも喜びますので、結構ねガラス張り、本当全面ガラス張りなので皆さんよく手を振ってくれたりとかしてくれるんですけども、今日みたいにねミスチもこの衣装ねちょっと派手な、あいつちょっと頭おかしいんじゃねえかっていうような格好をしてると皆さん見てくれるので嬉しいんですがそんな感じで、3月15日先週オープンしました金乳そば国際通りむつみ食堂の、宣伝でした。皆さんぜひ行ってみてください。ねえねえ最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけどクチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは阿佐田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょ。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年、宝楽器店。今何時？まだ10時やすさ。どっか空いてるかな？離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所まよ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまいもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、阿佐田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロード、そして今日の衣装は浮かれた熱帯夜と君の唇の提供でお送りしました。さて今週1週間5日間ミスチでタイヤがお付き合いいただき、そして今日1時間、あら今日1時間お付き合いいただいてありがとうございます。いやもうね1時間じゃないや、1週間本当あっという間ですね。月曜日から金曜日まで今日も天気がいいし、明日明後日の天気も確かいいんじゃなかった曖昧な情報相変わらず。なんか来週からちょっと曇りで気温も下がるみたいですね。20度を切る感じなんですけども、お友達が日曜日からあの来るって言ってて海入れるかなって言うから、うん、たとえ20度超えてピーカンだとしても海は入れないよって言ってきましたさすがに3月はちょっと早いかなと思うんですよね。本当にあの5月のゴールデンウィークに毎年頑張ってチャレンジして入るんですけども、やはりそれでもちょっと寒いですね。なのでちょっと3月中はちょっと
水が冷たいはず、海の水、海水がね。で、出て海の中入ってる時はいいんですけども、出てきた時がすごい多分寒いと思いますので、いくら天気が良くてもちょっと海に入るにはまだ早いと思いますので、あまりおすすめしません。さて、月曜日のコーナーの案内いきます。パレットくもじリミテッドステージ、来週1週間はパレットくもじでどんなイベントがあるんでしょうね。楽しみです。今週はですね、6階の祭事場でアジアフェアをやってますので、ぜひ皆さん行ってみてください。月曜日までです。そして、あの店この店チャービラ対沖縄在住8年目のミスチーが内地目線で気になったお店を厳選して、あらゆるお店を紹介したいと思います。こちらも楽しみにしてください。そしてデリバごめんなさい、デリバじゃないや、デリバーだ、デリバーワールドニュース、驚愕不思議珍事件など世界各国で起こっているあらゆるジャンルのニュースを、その日のニュースをチョイスしてピックアップしてお届けしたいと思います。皆様からのメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはタイヤーが@fmnaha.jp、タイヤーが @fmnaha.jp です。そして FM 那覇のトップページからもメッセージを送れますので、画面左上にある赤いボタンを押してください。皆さんからのメッセージ気軽に気楽にお待ちしてます。さて、皆さん今日も1時間満ちてタイヤーがお付き合いいただいてありがとうございました。来週月曜日ですね、またこの時間にお会いしましょう。またんやーたい。